シーズン序盤にもかかわらず、とんでもない盛り上がりを見せている大谷翔平選手の FA 騒動。さまざまな憶測が飛び交う中、ついに常勝軍団ドジャースが動き出しました。アメリカメディアが緊急報道としてドジャースの動向を伝えると、球団社長は衝撃のコメントを残しています。一体ドジャースは大谷選手獲得に向けてどのような動きを見せたのでしょうか。実はドジャースは大谷選手にとんでもない思い入れを持つチームだったのです。今回はファンの声を交えながら、ドジャースの大谷選手獲得の動きについてご紹介します。ドジャースが最有力な理由。2022年末から相次ぐ、ドジャースは翔平大谷の獲得に本気だというニュース。そのように言われる一番の理由は、オフのドジャースが補強に消極的だったからです。10年連続ポストシーズンに進出しているドジャースは、一言で言えば金満球団。毎年潤沢な資金力を武器にストーブリーグの主役になっています。しかし2022年オフはほぼ無風。トレーターナーやコディ・ベリンジャーなどの主力選手を放出した一方で、目立った補強はノア・シンダーガードと JT ・マルティネスを1年契約で獲得した程度でした。さらに大谷選手と同じく2023年オフに FA を迎えるフリオ・ウリアスとは契約延長の見通しが立っていないとのこと。ウリアスはドジャースの絶対的エースで、仮に移籍すればローテーションに実績のある若手投手がいなくなります。そのことから、大谷との契約を狙うか、ウリアスと契約更新するかを天秤にかけているのではないかと噂されました。毎年暴風レベルの衝撃を与えているドジャースの補強が静かすぎたため、大谷獲得のために資金温存しているのではないかとの憶測が飛び交ったのです。ニューヨークポストは、大谷を手に入れるためにドジャースは貯金している、100年に1人のスーパースターの争奪戦は激しくなるだろうと大きく掲載。アナハイムの地元紙オレンジカウンティレジスターも、ドジャースは2023年オフに FA となる大谷を獲得するために資金を節約し、贅沢税を抑え込んでリセットしているのではないかと取り上げています。さらにベースボールプロスペクタスは、ドジャースの静かなオフは来年翔平大谷が最優先事項であることの表れ、制限をかけるほど価値のある選手だと語気を強めました。ニュースを見たファンからも、確かにドジャースが補強しなかったのは不可解だった、大谷にはドジャースに行ってほしい、ワールドシリーズで活躍する大谷が見たいという声が寄せられています。そんな中、ドジャースの球団社長は気になる発言を残しました。球団社長の存在。ドジャースの球団社長を務めるアンドリュー・フリードマンは、敏腕 GM というフレーズがぴったりの人物。2006年からレイズの編成を任されると、万年最下位だったチームをお金をかけずに強豪チームに変貌させました。さらに2014年10月にドジャースに移ってからは、毎年地区優勝し、ワールドシリーズ出場を3度記録。47歳という若さですが、メジャーリーグ史上最高の GM と呼ばれています。そんなフリードマンは、大谷を獲得するために資金を節約し、贅沢税を抑え込んでいるのではないかという報道を一刀両断しました。フリードマンは、我々は毎年勝つために全力を尽くしてきた、オーナーはそれを全面的に支援してくれている、特定の選手のために数年待とうとはならないとコメント。つまりオフの補強が消極的だったことと、大谷選手獲得は無関係だということです。続けてフリードマンは、ここ数年は派手な補強をしてきたが、毎年できることではない、最も大事なことはしっかりと才能が揃っているかということ、若手が台頭してきているし、チャンスを与えるいい機会だと感じているとコメントしています。ファンからは、もしかしてドジャースは大谷獲得に消極的という声も寄せられましたが、決してそういうわけではありません。フリードマンは、強いチームの作り方についてこのように語っています。才能ある選手を集め、選手層を厚くすることが成功の鍵。投手ならいろんな武器を持っていて、それを試合で活かせること。打者はボール球に手を出さず、ストライクゾーンの球をアグレッシブに打ちに行って長打にできること。フリードマンが考える強いチーム作りにおいて、大谷選手は喉から手が出るほど欲しい選手。実はフリードマンは、すでに大谷選手の獲得に向けて
ある最重要ポイントを抑えているというのです。球団社長の衝撃発言。ドジャースと大谷選手の関係性は10年以上前からスタートしていました。ドジャースの日本人スカウトは高校1年生の時から大谷選手に密着。あり余る才能を目にしたスカウトは、花巻東高校の大谷は日本の歴史の中でナンバーワンの選手になるとドジャースにレポートを送っていたそうです。高校3年生の時に高校から直接メジャー行きを宣言した時もドジャースは獲得レースに名乗りを上げました。当時のドジャース GM はアメリカでも世界でもトッププレイヤーの一人であることに間違いない、ぜひドジャースに来てほしいと猛烈なラブコールを送っています。結局日本球界入りを選択しましたが、ドジャースが思いを馳せた恋人は唯一無二の存在に成長。 GM がフリードマンに変わってからも大谷選手への愛は変わらず、2017年オフのポスティング移籍が噂されるとフリードマン自ら来日して投球を見守りました。その様子を見たロサンゼルスタイムズは、新たな天才ショウヘイ・オオタニを視察するためにドジャースが日本に向かったようだと報じています。ポスティングでのメジャー移籍が正式に発表されるとドジャースはもちろん参戦。ナ・リーグで唯一最終面談にたどり着くと、面談にクレイトン・カーショーらスター選手を送り込むほどの誠意を見せました。高校時代から追いかけた思いがようやく伝わるかと思いきや、当時の大谷選手とは価値観が合わなかったようです。ドジャースが提案したのは外野手として出場し、試合終盤にリリーフ登板する二刀流。黄金時代真っ只中のドジャースは週4日のローテーションが確立していたため、先発投手と野手の二刀流は難しいと判断したようです。一方、大谷選手が求めていたのはチームの勝利よりもメジャーで投打の二刀流として結果を出すこと。唯一無二の存在になるために先発投手としてメジャーで活躍したいという気持ちを持っていました。チームの雰囲気や西海岸の住環境に魅力を感じ、ドジャースを最終選考まで残しましたが、上昇軍団特有の事情を知って断ったようです。しかし2021年頃から大谷選手の心境に変化が生じます。二刀流としての地位を築いたことでファンもエンゼルスの雰囲気も好き、ただそれ以上に勝ちたいという気持ちが強いと勝利にこだわる姿勢を見せ始めました。さらに WBC で世界一を経験したことで短期決戦の面白さに気づいた大谷選手。そんな状況を知ったフリードマンは、大谷はどのくらい価値にこだわっているんだとメディアに逆質問したそうです。大谷が価値にこだわっているなら今度こそ勝機はある。フリードマンはそう感じたのではないでしょうか。大谷選手が勝てるチームへの移籍を最優先すればようやくドジャースと結びつくかもしれません。しかしエンゼルスも簡単に引き下がるつもりはないようです。マネーゲームに負けない。翔平がエンゼルスと再契約する確率はあまり高くない。エンゼルスの前監督ジョー・マドンはこのように話しました。マドンはその理由について、ワールドシリーズへの道を翔平に提供できていない、2018年からエンゼルスの一員となったが、その間に勝率5割以上の成績を収めたことはなく、今年も可能性は低い。残留させるためにはプレーオフに進出する必要があると説明しています。マドンをはじめ移籍濃厚と報じるメディアが相次いでいるため、エンゼルスファンは諦めムード。とあるメディアが、翔平はエンゼルスから移籍すると思うかという質問をファンに投げかけると驚愕の回答結果が出ました。なんとエンゼルスファンの 47.6% が FA 移籍すると考えていて、さらに 17.5% のファンは FA 前にトレードされると思っているようです。 65% 以上のファンが移籍すると考えていることについて、かなり目の覚める内容だったとメディアも驚きを隠せませんでした。残留する可能性は低いという見方がほとんどですが、エンゼルスの関係者は引き止めに意欲を見せています。エンゼルスのモレノオーナーは、我々は常に経済的にメジャートップ10に入っている、契約はビジネスだが私たちは話し合いをする、他の球団と同じくらい彼と契約するチャンスがあると思いたいとマネーゲームに屈しない姿勢を見せました。さらにチームメートのマイク・トラウトも、いつも翔平の近くにいる、どうなるか見守るけど残ってもらえるようにしたい、自分ができることは何でもすると
生涯トラウタニの実現を願っています。シーズン序盤にもかかわらず盛り上がりを見せる大谷選手の FA、 さまざまな憶測が飛び交いますが、一番大事なのは本人の気持ちです。大谷選手は今はシーズンに集中しているので契約の話は何も聞いていない、エンゼルス最終年というのは理解しているし、今の段階ではこのチームで優勝したいという気持ちが一番と今だけを見ています。私たちファンは大谷選手が躍動する姿を見守りながらその時を待ちたいですね。大谷選手の FA 移籍先についてドジャースが良いと思う方はドジャースと一言コメント欄にご回答ください。個人的にはエンゼルスに残留してチームを上昇軍団に変貌させる姿を見たいのですが、あなたはどう感じたでしょうか。明日も熱い情報をお伝えする予定ですので、見逃さないようにチャンネル登録してお待ちください。最後までご視聴いただきありがとうございました。